ブリッカーズでブリブリ。本日はいいうんちを出すため、そのうんちのツヤとか、ね、一本でいけるのかな。本当になんかちょっと精子をさまようような電気体験をしたりしてたんですけど、どうも朝新聞関根です。今日は実際に YouTuber さんの収録風景、ちょうど今本番前のリハーサルとか音声チェック映像チェックやってますね。貴重ですね。貴重でしょ。ここ本舗初公開じゃないですか。そうですね。ここまで見せていいのかなって禁断の領域に、はい、今日入っちゃいましたよ。来てしまいました、ね、ようこそ。なんか途中ずれたとかってやってましたね。そうなんですよ、ちょっとあの出ちゃう時があって、はい、いつも撮影ってこんな感じでやってるし、はい、そうですね、うん、こんな感じで今みたいに永瀬が噛みながら進んでおります。今日の噛み具合は多い方です。多い方です。多い方、うん、そうです。少ない方。あ、本当？少ない方。でもこれネタってあれですかね、こうかなり先々考えてやってらっしゃるんですか。そうですね、季節にね、合わせてみんなでこんなことが興味あるんじゃない、まあ、こういう4月だったら花粉症とか、うん、ね、そういう僕やっぱりあの体験ルポっていうかやってみた系がこう好きなんで、はい、まあ1年、もう1年ちょっとぐらいやってます。1年半ぐらいやってるんで、また我々のうんちがね、どれぐらい、ね、どうなってるかね、美しいものになったのかとか。本当ですね。ちょっとうちの記者もやらせようかなと思ってるんですけど、体験で。あ、ぜひぜひ、ってください。ね、運活が必要な、腸活が必要な、ね、記者にね。残念ながら僕はあのもう絶好調なんで、ちょっと僕だとあの被験体にならないかなっていう感じがするんですけど。でも絶好調でもその質のいいうんちをこうどんどん作っていくという目標にすると、もっと健康になるんですよ。クオリティを高めていくと、クオリティを高めていると。なるほど、奥が深いですね、やっぱり。ちょっと出たぐらいじゃ喜べない。いや、そうですよ。なるほど、出すぐらいじゃもう喜べないと。そうですよ。クオリティ高めてもってことですよね。そのうんちのツヤとか、ツヤとか、そのね、一本でいってるのかとか。一本でいってる、どこ行っちゃうんですか。穴が開いてる。YouTube の果てに来てしまいました。永瀬さんを今日お迎えして、いろいろお話を聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこのチャンネルやろうと思ったんですか。いや、もともとは、私たちウンログっていうアプリを運営していて、はい、まあ、毎日のこううんち、昨日何出たとか忘れちゃうじゃないですか。でも覚えておく必要があるんでしょ。そうなんですよ。あ、なるほど、あるんですね。なるほど。はい、失礼しました。はい、そのうんちって本当に自分からの言葉のないメッセージなので。なるほど。そうなんです。前日までのその自分の生活習慣がもろに出てくる、はい、本当に無料で毎日できる健康診断なわけですよ。なるほど。もうなんかあれですね、自分の分身みたいな感じなわけですか。そうです、そうです。なるほど。なので、まあ毎日見てほしいんですね、はい、っていうのを啓蒙するために始めたのが YouTube なんです。なるほど、なるほど。やっぱりこのアプリも女性が使ってらっしゃる方が多いんですか。95%女性ですね。逆にでも男性ってほとんど頓着しないってことなんですかね。そうなんですよ。なんかやっぱり出ないと気にされる方がすごい多いんですけど、男性ってあのやっぱ下痢がちな方とかが割合としては多いので、なんか出てるからそんなに気にしないみたい な、まあ、たいな。ただ出てるからといって健康であるとは限らないわけですね。そうです、そうです。便秘であるっていうのも問題があるでしょうし、うん、のまあ、柔らかいうんちとかね、その下痢っていうのもこれもまた問題があるわけですね。めちゃめちゃあります。なるほどね。そう、モテる男はうんちがでかいっていう本も出てるぐらいですから。え、それなんか僕今騙されてない。騙してないとかない。そう、本当にあります。モテる男はうんちがでかい。マジなのかそれ。YouTube ですよ。まあ啓蒙活動でね、うん、やってらっしゃるとはいえ、相当中身濃いですよね。これはいつから始められたんですか、YouTube。2018年の11月から、はい。今、でもチャンネル登録者数って4万人ぐらいいるじゃないですか。そうですね。どんな反響ですか。最初始めた時はやっぱりその検索キーワードを最初見たんですけど、便秘とかって全然ボリューム少ないんですよ。どうしようかなって思った時に、やっぱりそのダイエットだったりとか美容っていうキーワードでまずは作って
なるほどなるほど。でその興味を持ってくれた人をこうどん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 ファンにしていくような、やっと今年ぐらいに入ってその腸活だったりとか勘弁みたいなものにやっと踏み込んでいけるようになったかなっていうところです。なるほど。やってるからにはこう便秘とか、はい、こう悩みを抱えたりしてたんですか？そうですね、私はもう東京生まれ便秘育ちっていうぐらい、東京生まれ便秘育ち、はい、生まれこんな育ちがあるのかという生まれてこの方ずっと便秘だったんですよ。あ、そうだったんですか。本当にひどい時はなんかもう胃がすごい痛くって、あで病院行って胃カメラ飲んで何にもなくて、何にもないわけない、こんなに痛いのにと思って、あの別の病院行って、はい、で触診してもらったら、なんかこの辺まで長さんうんちですよっていう。どういうことですかこの辺までうんちってことがあるんですか？ぐらい本当になんかちょっと生死をさまようような便秘体験をしたりしてたんですけど、でも、ジデさんと長瀬さんっていうのは、ね、番組企画上というか、はい、こうトライしてますよね、こう腸活にいいものを、はい、だからあれじゃないですか、もうご本人たちが一番その改善の効果っていうのを実感されてるんじゃないですか？そうですね。調子いいですか、うん、はっきり言って。めっちゃいいです。めっちゃいい。やっぱり精神的というか気持ちの面でも違いますよね。全然違います。もうなんか輝いてますもん。ありがとうございます。なんかあの僕の目のもうもはやあの幻覚が見えてるかもしれないですけど、なんか五光っていうかうんちがこう背後にこう見えてきてます。黄金のね。すごい。はい。見えてますか、うん、今後まあこのチャンネルあるいはそのコミュニティでもいいですし、はい、まあ、アプリでもいいですし、うん、どういう展開をこう考えてらっしゃる、言える範囲で。はい、ウンチューブっていうとやっぱり今、視聴者さんは1ヶ月、腸活シンデレラって呼んでるんですけど、腸活シンデレラ、そうです、1ヶ月で変身、はい、腸活で変身させるみたいな企画を、どんどんやっていきたいなっていうのがあるので、まあ、視聴者さんをいっぱい集めたいっていうのがいいのと、うん、もうちょっとライト、そう、なんかそこまで気合い入れてやるつもりはないんだけど興味もあるっていう層がまだ絶対にいっぱいいるはずなので、うん、そういう人たちに向けたちょっとライトな軽めのコンテンツをちょっと作るレシピだったりとか、うんと出るレシピ、うんと出る、もう出来上がってるじゃないですかタイトルも、うんと出るレシピ、もうとことんうんですねなるほどですね、そこは作っていきたいなと思ってます。なるほど。どうやるんで、こう、そうそう、どうやるんでしたっけ、ナイキのマーク、はい、じゃあ行きますよ。トイレの後は流せよ、じゃあ見てくださいね、見てくださいね。